大きいかななんて思ったんですけど、まあそれは別としてまたぜひ楽しんでいただければありがたいと思って次第でございます。そういう意味でこれから街の中を歩いていただきます。ぜひ皆さん方もですね、その姿を見ていただいて昔を思い出しながら、また NHK の真田丸を思い出しながらやっていただければありがたいと思って次第でございます。どうぞ一日よろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。実行委員長、背が高いなんてそういうところにチャチャを入れちゃいけません。はい、続きまして長野市長加藤久雄様に、ご挨拶をいただきます。市長はこの度、長野、この十万石祭り織田信長役でご参加いただきますので、市長様よろしくお願いいたします。織田信長であるぞ。織田信長いたっす。皆さんこんにちは、市長の加藤でございます。松島藩真田十万石祭り、今年も14代当主真田幹寿さんにもご参加をいただきまして、これを盛大に開催されましたこと誠におめでとうございます。また実行委員長をはじめといたしまして、住民自治協議会の皆様、まあいろいろ準備万端していただきましたけども、まあ風雲を、ね、吹っ飛ばして天気にしていただきまして大変な段取りありがとうございます。ご存知の今お話ございましたように、NHK 大河ドラマ真田丸、まあ、大変な大好評でございます。いよいよ大阪の陣クライマックスに入ってきたわけでございます。私も楽しみにしておるところでございます。今日は NHK の土岐、局長さんに僕が家康役で ご参加をいただいておるわけでございます。また今お話のようにですね、茶々姫、このリオオリンピックで長野市に初めて夏のオリンピックですね、この銅メダルを獲得いたしました鳩山愛華さんにご出演でございます。私の調べたところによりますとですね、茶々姫は背が高くて美人だというふうに聞いておるわけでございまして、まさにぴったし、もう本当に花を添えていただきましてありがとうございます。本当にですね、この真っ白な長野市の観光は真っ白で持つ、まあ、ぜひこの祭りがさらに最大になって盛り上がりますことをご記念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。本日はおめでとうございます。市長様、あと例のやつやってくださいよ。元気だわ。え、まだ早い。あとのお楽しみですか。あ、そうですか。ということだそうでございますので、また後ほどお楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、続きまして、松代藩真田家14代ご当主真田幹寿様よりご挨拶をいただきます。本日幹寿様にはですね、信之公でご参加をいただきます。では、真田幹寿様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日ここにですね、第61回、真田十万石祭りが盛大に開かれますことを心からお喜び申し上げます。ご存知のようにですね、大河ドラマによりまして真田丸、この十万石祭りも大変関心を集めておりまして、県内外から多くの方を迎えております。今年の陣立てはですね、武田から始まりまして、織田、徳川、雰囲気までですね、大河ドラマ50話分を凝縮したような構成になっております。ぜひお楽しみいただければと思いますし、また、行列に並ぶ皆さんはですね、それぞれの役になってなりきっていただいて、本日演じていただければと思います。またこのお祭りはですね、地元だけではなく関係の方々、特に、島根県浜田市、糸魚川市、中野市の皆様のご協力によっても成り立っております。この場をお借りして御礼申し上げたいと思います。さらにですね、このお祭り、前に立つ者だけではなくて後ろから支える者、また長野市市長加藤様はじめ関係の皆様のご協力によって成り立っております。ご来賓の皆様の、御礼を申し上げまして、私の祝辞とさせていただければと思います。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。今年やはり真田ということで大変に注目度が高かったんじゃないかと思いますけれども、テレビ番組取材等があったり、して真田の心というのを語っておられたようなこともあったかと思いますけれども、素材の
いかがですか、ちょっとお時間ありますので、真田の心などというものをちょっと一つお願いしたいんでございますが。あなたの心はですね、やはり忠義を尽くすということだろうと思いますし、また大に巻かれず反骨精神というのもあろうかと思います。信之にとってはですね、やはり奥方を通して徳川に尽くす、信繁にとってはですね、恩義を感じて、とても本当に秀頼に尽くすというのがそれぞれの道だったろうというふうに思います。東西に分かれましたけれども、250年、この松代を治めることになりました。これからも真田家、地元と一緒に歩んでいきたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。なかなかご当主様より直に、ね、こういうお話聞ける機会ございませんので、ありがたかったです。ここでですね、ちょっと急遽箱山さんにですね、銅メダルをちょっと見せていただきたいと、ちょっとこちらの方からね、ぜひお願いしたいという声が上がりましたんで、よろしくお願いしたいでございますが、前の方で、じゃあちょっと前へ行っていただいてすみません。どうもよりまして、どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました衆議院議員の小松豊でございます。本日は真田十万石祭り、雨も上がって、そして十四代の お殿さんも、お招きして、そして、箱山愛花姫、銀座でのパレードを終えたばっかりで、またこの松代で、行列に参加してくださる、ということで盛大に行われますことをお喜び申し上げます。またこの日を迎えるにあたって、さまざまな立場でご準備いただいた方々、本当にありがとうございました。先ほど来お話がございますように、NHK の真田丸ブーム、これでたくさんの、人も集まって、そして認知度も上がっているわけでありますけれども、これを一過性のものにしない、来年以降もこの松代、そしてこの真田をどうやって盛り上げていくか、これは我々皆さんと一緒に考えていかなきゃいけない、そう思っています。この松代の歴史と文化、そして人情、うまい食べ物、そういったものを全部まとめて、そして皆さんと一緒に松代をもっともっと元気にしていきたい、そう思っています。先ほどお殿様から真田の心という話をお聞きしました。人情、そして、忘れちゃいました、大事なことを忘れてしまいました。忠義です。忠義、そして反骨心というお言葉がありました。我々政治家もこの忠義と、そして反骨心を持って頑張っていきたいと思います。今日のお祭りが大成功になることをご記念申し上げ、私のお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、同じく衆議院議員篠原崇様、よろしくお願いいたします。どうもご紹介いただきました衆議院議員の篠原崇でございます。いつもお招きいただきましてありがとうございます。ずっと私ここに参加させていただいているんですが、初めて雨になるかなと思ったら、皆さん行儀がよろしいようで、また晴れました。真田丸で真田十万石祭りもますます有名になっていると思いますけれども、私はもうですが、なかなか見れないんですが、ビデオに撮ってずっと見ております。あの番組の最後に関わりのある地域が紹介で出てきます。私見てる限りでは松代出てきました。ぜひ加藤市長から NHK に、隣の NHK とリクエストをいただいて、あの一番最後に関係する地元を紹介する場面に、この真田祭りを絶対紹介していただくようにお願いいたしまして、私はご挨拶に返させていただきます。
ございました、続きまして、参議院議員杉尾秀哉様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の杉尾秀哉でございます。前職は TBS のニュースキャスターでございました。TBS と NHK はライバル関係にあったわけですけれども、真田丸はそういうことは全く関係なく、しっかりと見させていただいております。本日の真田十万石祭り開催本当におめでとうございます。皆さんよっぽど行いがいいんでしょうか。本当に朝の雨がですね、嘘のようにですね、ちょっと風は強いですけれどもちょうどいいぐらいの天気になったと思います。私も実はこのお祭りに、見に来たのは初めてでございます。この大行列をですね、本当は街中歩いてるところ見たいんですけれども、今日はいろんな予定がございまして、この出陣式のみで失礼させていただきますが、皆さんどうか堪能していただきまして、そしてこの真っ白から長野信州の観光を盛り上げるということで、私たちも一生懸命サポートしたいと思います。本当に本日はおめでとうございました。ありがとうございます。ここで、祝電を頂戴しております。お名前のみのご紹介にさせていただきますが、前参議院議員、小坂健二さん、同じく前参議院議員若林健太様から祝電を頂戴しております。ありがとうございました。どうしても実行委員長の方からですね、小松姫を紹介してくれと呼ぶだそうでございますので、松代、観光親善大使の小松姫のお二人、ちょっと前の方へお願いいたします。松代さんね、本当に頑張って呼んでいただいておりますが、一言ずつご紹介、自己紹介でよろしくお願いいたします。こんにちは、松代町観光親善大使小松姫の平田由衣と申します。本日はですね、このような大勢の方にいらしていただきまして本当に嬉しく思います。まだ真田丸ももうしばらく続きますので、またぜひ松代へお越しください。よろしくお願いします。同じく松代町観光親善大使牧野真由美と申します。昨年 の、 真田十万石祭りでは、実は14代当主様の、足軽役で参加させていただきまして、すごい大出世をしまして小松姫となりました。これから松代町のいいところをたくさん PR まだまだしていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。小松姫のお二人本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。以上をもちまして、第61回松代藩真田十万石祭り真田十万石行列の出陣式を閉会といたします。皆様どうもありがとうございました。はい、この後でございますが、松代城太鼓門前で出陣セレモニーとして真田鉄砲隊の演舞、地元松代の真田勝利太鼓の演奏、それから祇園祭に出場いたします伊勢町清一の舞が行われます。そしてもご覧いただきたいと思います。どうもありがとうございました。